はい。じゃあ今日オートスポーツウェブ、スプリントカップの第一戦が富士スピードで行われました。今日スタートは重方さん担当していただいたんですけれども、はい、あの予選3番手からスタートで、はい、あのグリッドに行くまでに、あちこち乾き始めてる路面を見たんで、スリックタイヤもありえるんじゃないかなと自分では思ったんですが、まあ、我々よりもそういうちょっと濡れてる路面とかにね、スリックで対応できるチームとかがまあレインつけてることであるとか、あとはあのリスクをそれほどスタートで犯す必要がないんじゃないかっていうところでレインタイヤを選んだんですが、まあ、これが結果論としては失敗でスリックでスタートした方がまあ良かったんであろうと思います。はい、でもまあそこをちょっと押し通せなかったのはちょっと後悔してるんですが、まあ、いつもとは違 う, こう短いスプリントカップっていうぐらいですから、短いレースで、しっかりとこうスタート直後から攻めたレースをしようと思ってたんで、そういう部分においては、自分の狙ってた通りある程度やれたのかなと思ってます。はい、で重和さんから、ドライバー交代して、そのタイミングでウェットタイヤからスリックに変えてコースインしたんですけど、まあ、結構まだ乾ききれてなく、で自分たちがちょっとウォームアップが、得意じゃなかったこともあって、まあ、タイムを落としちゃったりポジションも一つかな落としちゃったんですけど、まあ、ウォームアップしてきてからはペースも上がってきて、まあ、あの周りの車に対してもちょっといいペースで走れてて、で、まあ、最後の週に一度抜かれた車の引き返せて、まあ、3位で終わることができたので、まあ、明日につながるレースになったのではないかなと思います。はい、まあ、今日のレースで、はい、レインの状況もね、ヘビーウェットからこういうダンプっていう乾いていくところもそうですし、はい、あのドライも開けたんで、はい、これで全部の状況分かったので、明日は、1年間の集大成となるようなレースができるように頑張りますので、明日も応援よろしくお願いします。お願いします。